神の手はサッカー用語の一つで手を使い得点を決めるもしくは失点を阻止する行為を表す遠極表現である。アルゼンチン代表のディエゴ・マラドーナが1986年ワールドカップメキシコ大会準々決勝のイングランド戦で決めた神の手ゴールに由来する。サッカーでは自陣ペナルティエリア内にいるゴールキーパーを除けば選手が 意図的にボールを手で扱うとハンドリングの反則となり相手に直接フリーキックが与えられる。規定ではボールが手に当たるとすべてがハンドになるわけではなく偶然当たってしまった場合は反則にはならない。20世紀中は明らかに手に当たった場合でも意図的ではないと判断した場合は主審が反則を取らないケースが多かった。 しかし近年では腕を体につけていない状態であれば、腕に触れる危険がある体制を意図的に取ったとして、すべて反則を取る傾向にあり、加えてそれがエリア内であれば、イエローカードを意図的と判断されれば、レッドカードを提示するなど、厳しく採定する傾向にある。競技者が手間だは腕を用いて意図的にボールに触れる。行為はボールを手で扱う反則である。主審は、 この反則を見極めるとき、次のことを考慮しなければならない。2015、2016競技規則の解釈と、審判員のためのガイドライン攻撃側が、ハンドによりゴールを決めた場合、得点は無効となる。守備側が、ハンドにより決定的な得点機会を防ぐと、レッドカードを宣告され、ペナルティエリア内であれば、相手チームにペナルティキックが与えられる。 しかし競技の特性上、選手の体に隠れて見えないなど、ハンドの瞬間を審判が見逃すこともあり、反則があったにもかかわらず、プレーが成立してしまう場合がある。特に VAR 導入以前は角度を変えたり、スローモーションにして見直すことも不可能なため、必然的にその誤審が訂正されることは皆無だった。このプレーで不利益を被った側のチームは、 必然的に不満感を持ってしまうため、試合後には審判の判定や、フェアプレー精神をめぐる意見がメディアをにぎわし、誤神問題やビデオ判定導入をとう論議にもつながった。特に、ワールドカップの予選や本戦など、重要な試合でそのような場面が発生すると、対戦両国の世論を巻き込む論争に発展することもある。神の手を使った選手に対しても、賛否両論が起こり、 現役中から引退後まで個人評価に影響することになる。マラドーナの神の手ゴール、神の手、ゴール両チーム無得点で迎えた後半6分、ドリブルでゴール正面に切り込んだディエゴ・マラドーナは、ホルヘ・バルダーノとの壁パスで DF ラインを抜けようとした。イングランドのスティーブ・ホッチがパスをカットしたが、蹴り上げたボールはペナルティエリア内にふわりと浮かんだ。 落下地点にはマラドーナが走り込んでおり、GK、ピーター、シルトンは慌てて前方へ飛び出した。両者は空中でボールを競り、シルトンのパンチングより先に、マラドーナがボールに触り、ゴールに流し込んだ。マラドーナがヘディングを決めたように見えたが、イングランドの選手は主審に反動をアピール。テレビ中継の再生映像には、マラドーナがジャンプしながら振り上げた左手の拳で、 ボールを叩いている瞬間が映っていた。だが、主審はマラドーナがヘディングでボールにコンタクトしたと判断し、ゴールを認めた。マラドーナは試合後のインタビューでこのプレーについて聞かれると、ただ神の手が触れたと表現した。以後、サッカー界ではこれに類するプレーが神の手と呼ばれることになった。二度目の神の手1990年イタリア大会では、守備の場面で、 神の手が再現された。ソビエト連邦のコーナーキックから放たれたヘディングシュートをゴールポスト脇に立つマラドーナが右手で弾き落とした。今回もハンドの反則は取られず、グループリーグ敗退の危機にあるチームを救う結果となった。アルゼンチン・イングランド両国は過去に1966年ワールドカップイングランド大会準々決勝で対戦していたが、 アルゼンチンのラフプレーに起こったイングランドが試合後のユニフォーム交換を拒否し、アルフラムゼ監督が相手選手をアニマルと抽象するという意恨を残していた。さらに、1982年のフォークランド紛争でアルゼンチンがイギリスに敗戦したことからメキシコ大会の対戦にはサッカーの枠を超えた国民感情が渦巻いていた。マラドーナは神の手ゴールから4分後にも、 センターライン付近からドリブルでイングランドの選手5人をかわす驚異的な5人抜きゴールを決め母国の国民的英雄となった。後にマラドーナは事例においてハンドだったことを認め母国のテレビ番組では早く来て自分を抱きしめないと審判が得点を認めないぞとチームメイトに呼びかけたという裏話を明かしている。ドキュメンタリー映画マラドーナの中では マルビナスで殺された若者たちの敵討ちだったイングランド人の財布を盗みバカにしてやった気分だと語っている。2008年にはイギリス大衆誌の取材に対し過去に戻って歴史を変え謝ることができるならばそうするだろう。でもゴールはゴールだとコメント。2010年の雑誌インタビューでは罪の意識を否定しワールドカップで勝てるなら手だって使うさ。審判神 イングランドの監督だったボビー・ロブソンは、あれは誤信以外の何者でもない。誤信はあり得ることで仕方がない。だが私が許せないのは、それを神の手などと呼ぶ者の,の欺瞞だと語っている。マラドーナを現人神と称えるマラドーナ教は、ロサリオの神の手教会を中心に信仰活動を行っている。幼児洗礼の儀式では幼児に左手でサッカーボールを叩かせ、結婚式では 新道神父が左手をボールに乗せて、婚姻の先生を行う。2004年に発売された国際サッカー連盟設立100周年、記念 DVD、FIFA Fever ーーでは、ワールドカップ10代五神が取り上げられ、マラドーナの神の手ゴールが第一位に選ばれた。5人のールの方は、2002年に FIFA が実施したオンライン投票で、ワールドカップゴールオブセンチュリーに選出されている。 2018年ワールドカップ招致に立候補したイングランドでは2010年にクレイアニメの人気キャラクターウォレストグルミットが登場するプロモーション映像が公開された。この中では犬のグルミットが前足でゴールを決める犬の手というユーモアが披露された。フランク・オルデ・ネビッツ優勝をかけた試合でケルンの放ったシュートがフランク・オルデ・ネビッツの手に当たってゴールから逸れた。 出身はそれに気づかなかったが、相手チームのアピールで本人に尋ねると、オルデネビッツは正直に反動を認めた。ケルンに PK を決められ、ブレーメンは敗れたが、チームはスポーツマンらしい行為として称賛した。フィファはこの行為に対して、1988年のフィファ、フェアプレー賞を授与した。リオネルメッシ前半43分、クロスボールに飛び込んだリオネルメッシは、 GK イドリスカルロスカメニのパンチングより先に左手でボールに触れマラドーナの神の手ゴールを再現するようなゴールを決めた。マラドーナ2世として期待されるメッシは同年4月に行われたコパデルレー準決勝ヘタフェ CF 戦で5人のキゴールを彷彿させるドリブルゴールも決めていた。前年のワールドカップドイツ大会に出場した際にはスパイクのかかとに ラマノデデオス86と刺繍を入れていた。ティエリアンリ詳細は、2010フィーファワールドカップヨーロッパ予選フランス対アイルランドを3勝延長前半13分、フランスがアイルランドゴール前に放り込んだフリーキックがバウンドし、ゴールポストの傍らにいたティエリアンリの左手に当たった。アンリはプレーを続行し、右足でセンタリングして、ウィリアム・ギャラスの同点ゴールをアシスト。 アイルランドの抗議も実らず、通算ゴール数で勝ち越したフランスは、本大会進出を決めた。試合後、アンリは手に当たったことを認めたが、主審が笛を吹かなかったのでプレーを続けたと話した。このプレーは、社会的にも大きな話題となり、フランスのニコラ・サルコジ大統領は、アイルランドのブライアン・カウエン首相に謝罪の意を伝え、フランス教職員組合は疑念を表明した。 国内メディアは、神の手に救われたフランス代表を酷評し、批判を浴びたアンリは代表引退も考えたと、告白した。アイルランドサッカー協会はフィ f ファーに再試合を要求し、後には33チーム目の特別枠を申請したが、いずれも却下された。ルイス・ファビアーノ後半5分、ルイス・ファビアーノはゴール前で DF と競り合いながら、浮き球を二度上腕でトラップし、豪快なシュートを決めた。 試合後には笑いながら、私の聖なる手が助けてくれた、ゴールと発言した。記者会見でこの件について聞かれたマラドーナは、あれは彼の手だったな。それも2回だと発言。ブラジルのカカアは、ファビアーノのゴールについて、マラドーナのような人が話すのは面白いね。彼は、ハンドのゴールに詳しい人だからだと皮肉を述べた。ルイス・スワレス同点で迎えた延長後半終了間際、 ゴール前の混戦において、ガーナのヘディングシュートを、ゴールライン上にいたルイス・スアレスが、バレーボールのブロックのように両手で弾き返した。スアレスは一発退場となったが、ガーナのアサモア・ギャンが PK を失敗。その後、ウルグアイは、PK 戦で勝利し、ベスト4に進出した。スアレスは、ユニフォームで顔を覆いながら退場したが、PK 失敗の瞬間には一転して大喜びする。 姿がカメラに捉えられた。試合後には僕にとってはこの W 杯で最大のセービングだったと言えるとコメントした。母国のメディアには歴史に名を刻んだと称賛されたが、一試合出場停止後の3位、決定戦ではプレーのたびにスタンドからブーイングを浴びせられた。本件は他の件と違い誤信はなく、反動した選手は反則と退場という正当な 最低を受けているが、その行為が、結果的にチームを W ハイベスト4に勝ち上がらせる、こととなるため、有名な事例となっている。加藤義行エドゥーの直接フリーキックを、ゴール前の壁に入っていた、加藤義行が両手を、体の横に上げてブロックした。エドゥーラフリューゲルスの選手たちは、猛抗議を行ったが、レッドカードや、イエローカードは、愚かハンドの反則すらも取られず、結果は、 川崎が2対1で勝利。中西英介ロングパスを受けた、中西英介はボールを右手で軽く押し出し、ラモス類をかわして、V ゴールをアシストした。試合後、中西がハンドを認める趣旨の発言をしたことが問題視され、ジェフは J リーグ規律委員会の勧告により一試合出場停止と罰金処分を課した。福西隆後半終了間際、ジュビロのフリーキックが、 福西隆の右手に当たってゴールに入り決勝点となった。福西はマリノスの中澤雄二と空中で競り合いながらバランスを崩しており意図的に手を使ったとは判断されなかった。岡田正義主審の判断が論争となったが J リーグ審判委員会は正当なゴールとして判定を指示した。中田孝二後半20分コーナーキックがファーサイドに流れ、 中田康二の手と腰に当たってゴールに入った。これが得点と認められ、日本のアジアカップ連覇を決める決勝点となった。中国のアリー・ハーン監督は表彰式で銀メダルの受け取りを拒否し、記者会見では日本の2点目はハンドボールだったと判定に不満を述べた。渡辺白文が大ウトンのループシュートを渡辺白文が右手で払いのけるようにブロックした。 ジュビロの選手が猛抗議するも、ハンドとは認められず、コーナーキックで試合再開。ドイツ紙、デアベステンは、マラドーナ以来、最も大胆なハンドボールと報じた。ありがとうございます。